皆さんこんばんは、東洋企画の岸咲子です。同じく東洋企画の広角純です。東洋企画の劇団員の何人かが秋と冬に公演をするということで、ちょっとそちらの方を宣伝させていただきたいと思います。はい、まず、最年長劇団員松永主催の、劇団よりきりどすこい、こちらの公演がですね11月24、25、26の3日間にですね、天王寺のオーバルシアターさんの方で、公演を予定しております。また、最年少劇団員でありますので片山優子主催の劇団夜行クジラ、こちらも12月の2日、3日の2日間にですね、こちらはジュースのカフェスロー大阪さんの方で、公演を予定しておりますので、そちらの方によければ足をお運びいただければ幸いでございます。また次回公演の情報も、ね、改めてそうですね、できればと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。